で、例えば今回の,その,あのウィル・スミスがあのクリス・タッカーを殴ったっていうあのアカデミー賞の事件なんですけどで日本だとあのウィル・スミスが割とあと正しいよねっていう意見が多いんですけど。 であのウィル・スミスが、えー、とウィル・スミスの息子とか娘が言われたことであの殴ったんだったらまだ理解は可能なんですけどククリスロックかごめん <laughs> あの大人の女の人を男の人が守らなければいけない女の人の代わりに男が殴らなければいけないっていうのはあれはその女というのは男性より劣っ ていて守らなななけければいいいというある種の差別なんですよ要はそのその人は弱いから助けなければいけないで弱いからその人の代わりに殴らなければいけないっていうでも別にあの女の人でも男を殴ろうと思えば殴れるんですよ。要はそのまあ,あの奥さんの年齢わかんないですけど別にその奥さんが「こいつムカつく殴りでよ!」ってなったらバーッと言ってバーンって殴るっていうのもできるんですよ。 なんだけどあれを男性がやることが正しいっていうのって割と日本人にその感覚多いいっぽいんですよねその他の国だといやいや暴力ダメでしょみたいな「いや何でお前が殴ってんの?」みたいな。<laughs> っていうので割とウィル・スミスが責められてるんですけど日本の場合はそのなんか女性は劣っているので男性が守るべきであるっていうところで,でそのなんか自分の妻とかが言われてでそれには我慢ができないから怒る男性が正しいっていう考え方もあるんですけど。 あの嫌なことがあった時に自分の感情がコントロールできないっていう方がおかしいんですよ世の中って嫌なこといっぱいあるわけじゃないですかで嫌なことがあるから人を殴っても良いっていうのってそれってあの感情がコントロールできない子供と一緒なんですよねで大人っていくら嫌なことがあってもやっちゃいけないことはやっちゃいけないよねだから殴りませんなんですよ なのでその相手がいくらなんかひどいことを言ったとしても「うん殴らない」その代わりに訴えるっていうのがあの、まあ、法治国家であのその起きてる仕組みでその殴っても免罪ってないんですよ。っていうのもあってなのでその考え方自体がやっぱり日本は男女差別というかその女の人が劣ってるよねって考える人がやっぱ多数派なんだと思うんですよね。 なので女の人は劣ってるから守らなきゃいけないし女の人はそのムカついた時に殴りに行くことができないから男が代わりに殴りに行かなければいけないみたいなその女の人がその保護対象であるっていうのが割とそのえっとねあの男女差別だと思ってないんですよね日本人のそういう人も。 それがなんかあの優しさであって男としての男気であるみたいなあの良いことのように考えてるんですよねその女の人のために男が暴力を振るっていうのは。でそれが実はあの男女差別だったりするのでそこら辺の,その男女差別をしてると思ってない男女差別主義者の人って日本結構多いんですよ。なのであの世の中には男女差別主義者多いよねっていうのをちゃんと教えればいいんじゃないかなと思います。 皆さんチャンネル登録お願いします。ここをクリックタップするとチャンネル登録できるからクリックタップしてみてね。そして他にもいろんな動画があります。そちらの方もご覧ください。それではひげオじでした。バイバイ。